ネフェルティティの共像はエジプト神王、古代エジプトの芸術作品のうちで多く模倣された作品の一つで、ネフェルティティは女性美の象徴として最も有名な古代の女性の一人となった。この共像は古代エジプトの彫刻家トトメスが、紀元前1345年に制作したものとされている。アメンホティップ4世の共像詳細は、ネフェルティティ及び アメンホテプ4世を参照ネフェルティティは、紀元前14世紀の古代エジプトのファラオだった、アメンホテプ4世の聖妃である。アメンホテプ4世は、太陽円盤や天を唯一神とする新しい一神教を始めた。ネフェルティティについてはほとんどわかっておらず、異国の王女だったという説と、エジプト王家の一人で後に、ツタンカーメンの後を襲って、ファラオになる愛の娘という説がある。 ネフェルティティは、紀元前1352年から1336年に、ファラオとして在位したアメンホテプ4世と共に、エジプトを統治し、アメンホテプ4世との間に6人の娘を設けた。そのうちの1人が後にツタンカーメンと結婚して、王妃になるアンケセのアメンである。ネフェルティティの記録はアメンホテプ4世の治世中13年で、消えている。これが、 ネフェルティティの死によるものか、あるいは解明しており、その名前が現在に伝わっていないだけなのかはわからない。アメンホティップ4世紀の死後、ネフェルティティが短期間ではあるが王座を続いて、エジプトを統治したという説もある。ネフェルティティの教像は、ユダヤ系ドイツ人考古学者、ルートビヒボルヒャルト率いるドイツオリエント教会によって、1912年12月6日に、 ナイルガーカハンのアマルナで発掘された。彫刻家トトメスの工房跡で発見され、そこからは他の未完成のネフェルティティの胸像が数点発見されている。ボルヒャルトの日記には出土品のことが、ドックの記録から発見された1924年の文書に1913年1月20日にボルヒャルトとエジプト政府職員とで1912年に出土した。 考古学的異物のドイツとエジプト間の分配について会合が持たれたことが記述されている。その会合に出席し、この文書の記述者でもあった書記官によるとボルヒャルトは自分たちが胸像を手に入れたいと考え、そしてボルヒャルト自身は否定したが、胸像の本当の価値を秘密にしていた疑いが持たれている。この見事な腕前に対して作家フィリップ・ファンデンベルクは、 大胆で想像を絶するやり方と非難し、タイム氏は略奪された美術品トップ10にこの共像を挙げた。ボルヒャルトはネフェルティティの美しさを映し出していない共像の写真をエジプト政府職員に見せた。エジプト側の首席古美術品調査官ギュスターブル・フェーブルが調査に、さらにこの文書にはボルヒャルトがエジプト政府職員にこの共像が 石膏像であると誤解するように仕向けたことも暴露している。ドックは、胸像は交換リストの最初に記載されていたことを挙げて調査官の怠慢であり、取引は公正に行われたと主張している。現在、ネフェルキティの胸像が所蔵されているベルリンの新博物館、ネフェルキティの胸像を、1913年にはジーモンの邸宅に飾られており、 その後他のアマルナからの出土品とともにベルリン美術館に貸し出されている。1914年まで他のアマルナ出土品はベルリン美術館に展示されたが、ボルヒャルトの予防でネフェルティティの胸像の存在は秘密にされていた。1918年にベルリン美術館は秘密にしていたこの胸像を一般公開することを検討したが、またも、 ボルヒャルトからの要望で計画は頓挫してしまう。その後、共像は1920年にベルリン美術館に寄贈され、1923年にボルヒャルトの文書で、その存在が公となり、1924年後半になって、ベルリンのエジプト美術館で一般公開された。その後、共像は博物館島の新博物館で展示されている。 第二次世界大戦勃発により、ベルリン美術館が所蔵していた古代遺物がすべて安全な場所に移され、ベルリン美術館が閉鎖される1939年までそのまま新博物館に展示されていた。ネフェルティキの胸像は当初帝国銀行の地下金庫に保管され、1941年の秋になって、ベルリンの校射法逃亡空港に移された。 新博物館は1943年のイギリス空軍によるベルリン爆撃によって被害を受けている。さらに1945年5月6日に、胸像は中林原州の岩塩港に移された。1945年5月にアメリカ陸軍がネフェルキティの胸像を発見し、美術品を扱う部局に引き渡された。胸像はフランクフルトに運ばれ、 1946年までビースバーデンの美術館で公開されている。1956年に胸像が西ベルリンへ変換され、ダーレム美術館に展示された。1946年初頭には東ドイツがネフェルキティの胸像を第二次世界大戦前に展示されていた博物館自へ変換するよう要求している。1967年にシャルロッテンブルクの エジプト美術館に移され、さらに2005年に旧博物館に移された。そして2009年10月に修復再建された新博物館に戻され、収蔵品の目玉として展示されている。1924年にベルリンでネフェルティティの共像が公開されて以来、エジプト政府は共像の返還要求を続けている。1925年に共像を返還しない限り、 エジプトでのドイツの発掘を禁止すると警告した。1929年にはエジプトからネフェルティティの胸像と他の異物との交換の申し出があったがドイツは応じなかった。1950年代にもエジプトは交渉を試みたがドイツからの反応はなかった。ドイツは胸像の返還を強く拒み続けていたが1933年に当時ナチスドイツの航空大臣だった。 ヘルマン・ゲーリングが政治的思惑からエジプトをファールーク一世への胸像の変換を検討したことがある。しかしアドルフ・ヒトラーはこの考えに反対し、エジプト政府に対してネフェルティティの胸像のために新しくエジプト博物館を建設すると伝え、この素晴らしい胸像は博物館中央の玉座に置く。女王の頭を放棄することは決してあり得ないと語った。対戦後、 胸像がアメリカ軍の保護下にあったとき、エジプトはアメリカに胸像の引き渡しを求めている。しかしアメリカはエジプトは新設されるドイツの関連機関と交渉すべきだとして引き渡しを拒否した。1989年にエジプト大統領ホスニームバーラクはベルリンでこの胸像を見たときに、この胸像はエジプトにとって最高の中毒大使だと語っている。 エジプト考古最高評議会長、ザヒ・ハワス博士エジプト考古最高評議会長のザヒ、ハワス博士は、ネフェルティティの胸像は、エジプトが所有権を持っており、過去に不法に持ち出されたものである以上、返還されなければならないとしている。ハワスは、1913年に発見された時に、エジプト当局が不正な方法で胸像を取り上げられたと考えており、ドイツに対して、 法的に正当な手段で共造を持ち去ったというので、あれば、それを立証するよう要求している。クルトジージーアは、考古学的文化財は、原産国が家であり、その国で保存されるべきだと、別の観点からエジプトに返還すべきだと指摘した。2003年にも、共造の返還騒動があり、2005年には、ハワスがユネスコに、共造返還問題に介入するよう求めている。 2007年ハワスは、もし共像がエジプトに対応されないのであれば、ドイツではエジプト考古学に関する博覧会を開催させないと通告したが、効果はなかった。また、ドイツの博物館への展示品対応をやめるよう世界に呼びかけ、学術的戦争の開始を求めた。ハワスは、2012年にギザの三大ピラミッドのそばに2012年に、 新設される大エジプト博物館開設記念として、ネフェルティティの胸像を対応してくれるようドイツ政府に要望している。同時に、ネフェルティティの旅と呼ばれる胸像の巡回キャンペーンが、ハンブルクに拠点を置く、文化団体カルチャーコパーションによって始められた。この団体は、本来の所有者へ戻そうの文字とともに、ネフェルティティの胸像がデザインされた絵葉書を配布し、 胸像をエジプトに対応すべきではないかという公開質問状をドイツ文化大臣のベルントノイマンに送っている。2009年には新創された元々展示されていた新博物館へと戻されたがベルリンがネフェルティティの胸像がある場所としてふさわしいのかどうかが議論となった。ドイツ人の美術専門家たちは1924年の文書に記載されているルートビヒボルヒャルトと エジプト当局の間で交わされた協定を根拠に、ハワスからの抗議や要求に応じない態度を見せている。しかし前述した通り、ボルヒャルトの取引は、不正なものだったと、非難されているのである。また、ドイツ当局は、胸像が壊れやすくて、輸送に耐えられないとし、エジプトへの返還は、実質的に不可能だとも主張している。タイムズは胸像をエジプトに対応すると、 永久に戻ってこないと、ドイツ政府が危惧しているのではないかと指摘した。エジプト高校最高評議会は2011年1月、新博物館に対し、胸像の変換を要請する文章を送ったと発表した。ネフェルティキの胸像は高さ47センチメートル、重さ約20キログラムほどで、石灰岩を芯として彩色された、化粧漆喰が被せられて作られている。 完全に左右対称となっているが、右目にある象眼は左目には施されていない。右目の瞳は黒く塗られた石影がはめ込まれ、密蝋で固定されている。眼下は彩色されていない、石灰岩のままとなっている。ネフェルティティは、ネフェルティティの王冠として知られる、独特の王冠を被っている。リボンのように水平に巻かれた金の帯状の飾りが、後ろで交差し、眉の上には、 エジプト王権を象徴する聖者コブラの飾りがあったが損壊しており耳にも損壊している箇所がある。衣装は襟ぐりが広く花模様となっている。美術史の文献ガードナーエスアートスルーザ・エイジスはトトメスによるこの優美な胸像の大きな王冠とまるで蛇のように細長い首の誇張された表現は細く滑らかな茎に咲く大輪の花を イメージしていたのかもしれないとしている。研究家のデイビッド・シルバーマンの意見では、共像は伝統的なエジプト美術の様式で作成されており、アメンホテプ4世一世下の風変わりなアマルナ様式の作風にはなっていない。ルートビヒボル・ヒャルトは共像に使用されている顔料の科学分析を依頼し、その結果が王妃・ネフェルキティの肖像として1923年に公表された。 ボルヒャルトは胸像を発見した当初、トトメスの工房が廃墟となった時に、胸像の左目にはめ込まれていた石英が落泊したと考えており、工房跡を捜索したが、左目の石英を発見することはできなかった。欠けた左目は、実際にネフェルティティが眼病に苦しみ失明していたのではないかという憶測を生み出したが、他の彫像では、左目が表現されている事実と矛盾している。 エジプト美術館館長、ディートリヒ・ビルドゥングは、ベルリンのネフェルティティの胸像が公式の肖像を作成するためのモデルであり、目の内部の彫刻方法を弟子たちに教えるために、左目は作成されなかったのではないかと推測した。ガードナー、エスアートスルーザ・エージストシルバーマンも、この胸像は、あえて未完成になっていると考えている。一方、ハワスは、 元々胸像に左目が存在したが後に失われたと主張した。ネフェルティキの胸像が最初に CT スキャンで調査されたのは1992年のことで、この時は5ミリメートルごとに断層撮影が行われた。2006年にはエジプト美術館館長ビルドゥングが以前に胸像が展示されていた旧博物館とは異なった照明のもで首筋のシワと目の下のたるみが 共像に表現されているのを発見し、共像の作成者が老化の兆候を表そうとしたのではないかと考えた。このビルドングの発見は CT スキャンによって確認され、トトメスが彫像を完成させるために後からホーと目に石膏を追加していたことが判明した。ベルリンの画像科学研究所の所長、アレクサンダー・フッペルツの指揮で2006年に実施された CT スキャンでは、 ネフェルティティの顔に表現されているシワが、胸像内部の石灰岩にも彫り込まれていることが判明しており、この時の CT スキャンの結果が2009年4月のレイディオリジージャーナルで公表されている。トトメスは、石灰岩の芯の上に何層もの石膏を重ね、胸像の口元、頬、鼻の部分には、シワ状の折り目が付けられており、これらの折り目や、石膏の凹凸は、化粧漆喰で、 胸像表面を覆うことで滑らかにされている。フッペルツは当時の理想美を表しているのではないかとしている。2006年の CT スキャンは1992年の、それよりもはるかに多くの情報をもたらし、化粧漆喰の1、2ミリメートルかの微妙な細部までが明らかになったフランスで出版されたスイス人美術学者アンリス・ティルランのネフェルティティの胸像は偽物か などが、ネフェルティティの共像は、現代で作られた偽物だと主張し始めた。スティルランは、ボルヒャルトは、古代に使われていた顔料を試す目的で共像を作成したとして、ザクセン王子ヨハンゲオルクがこの共像を称賛したために、ボルヒャルトは王子を怒らせないよう共像が本物で、あると見せかけたのだという説を唱えた。 スティールランは、片目の胸像は古代エジプトではそもそも不景であり、発見したとされる年から11年もの間に、科学的根拠ある記録が全く残っていないのは不自然だと主張した。さらに、使用されている顔料は確かに古代エジプトのものかも、しれないが、真に使用されている石灰岩は一度も年代測定されたことがないと指摘している。 同じく胸像が偽物であると考えているベルリンの作家、歴史研究家、エド・ローガン・アーセベンも胸像はボルヒャルトの妻をモデルとして作成されたものだとして1924年まで公開されなかったのはネフェルティキの胸像が偽物だからであると主張した。この他にも現在の共像はヒトラーの命により1930年代に作成されたものでオリジナルの共像は 第二次世界大戦で失われたとする説などもある。ディートリヒビルドゥングは、共像が偽物であるという主張は、売名行為であり、放射線測定、CT スキャン、構成材料の調査などの科学的検証が、この共像の信憑性を保証していると一周した。共像に使用されている顔料は古代エジプトの芸術家が使用していた顔料と同一であるのは、間違いない。 サイエンスニュースによれば2006年の CT スキャンで発見された隠れた顔こそが疑問の余地なく本物であることを証明している。エジプト側もスティルランの説を相手にしていない。ハワスはスティルランは歴史家ではない。頭がどうかしていると語ったことがある。スティルランの主張の根拠の一つでもある他の古代エジプトの像の方が水平にカットされて いるのに対して、ネフェルティティの胸像の型が垂直にカットされているのは、おかしいという点について、ハワスは、胸像に見られる新しい様式は、夫で王のアメンホテプ4世が導入した変革の一部に過ぎず、また片目の像が不敬であるとの点に関しても、もともとは両目があったが後に失われたものだと反論している。1989年にドイツで発行された切手、 ネフェルティティの胸像は古代エジプトの文物の中で最高に称賛、模倣されてきたイメージの一つで、ベルリン美術館の所蔵品で最も集客力のある展示品となっている。世界的な美の象徴であり、長いく、ツタンカーメンの黄金マスク以外に比べるもののない、世界的に有名な古代美術品である。ネフェルティティの胸像はベルリンの文化的象徴にもなっており、 毎年50万人以上の見物客がネフェルティティの元を訪れる。古代エジプトの芸術品の中で最も有名な作品でエジプト。この胸像はベルリンの絵はがきになっており、1989年には彫刻正面の顔がデザインされた切手も発行されている。1930年にドイツのマスコミがネフェルティティの胸像を擬人化し、新しい女王として取り上げたことがある。 この上なく後期で王冠に散りばめられた宝石と共にプロイセンドイツが誇る宝物であり、ネフェルティティは1918年以降ドイツ帝国の世界的地位を回復することだろうとした。ヒトラーはこのネフェルティティの胸像を匹敵するものがない名作、装飾品で真の宝物と表現し、胸像を収める博物館建設を公言した。 1970年代にこの胸像は第二次世界大戦後に分断された東西ドイツのナショナルアイデンティティの問題にもなっている。クラウディア・ブレーガーはネフェルティティの胸像がドイツのナショナルアイデンティティに関連付けられるようになったのは歴史的ライバル国のイギリスがアメンホテップ4世とネフェルティティの2代後にエジプトを統治したツタンカーメンを発掘したことと関係していると考えている。 ネフェルティティの胸像は大衆文化にも影響を与えており、映画フランケンシュタインの花嫁でメイクアップを担当したジャック・ピー・ピアースの手によるエルザ・ランチェスターの印象的な髪型はこの胸像が元になっていた。ありがとうございます。